タカチャンネルの動画ショー。こんにちは、お久しぶりです。特撮系顔出し YouTuber のタカです。今回紹介するのはですね、じゃん、スーパー戦隊シリーズ激走戦隊カーレンジャーの DVD ボックスです。はい、こちらはですね、アメリカの Amazon で入手しました。はい、こちらね、通販サイトの Amazon、日本では、はい、有名な通販サイトですけれども、日本ではなくアメリカの Amazon で、入手した北米版の DVD ボックスなんですが、なんとこちら日本円でいうと2800円ぐらいで入手できました。安いですよね。はい、というわけで、こちら本当に安いんですけど、もうなんといってもこのね、激走戦隊カーレンジャー、ギャグ満載の本当に面白いシリーズですよね。すごくね、もう面白すぎる。抱腹絶倒の全48話なんですけど、今やってるね、マシン戦隊キラメージャー、皆さん見てますでしょうか。あれはもうこれが元となってるって感じですよね。もうギャグ戦隊の元祖、もうなんかパロディ、今までのスーパー戦隊をパロディ化したような作品ですね。はい、本当にね、もう面白い。第1話見たんですけど、ちょっとね、感想を言うと、第1話の感想はですね、なんと、まあサラリーマンなんですよ、彼らがね。彼らが自動車工場で勤めるサラリーマン で安月給で雇われてるからってことで不満をぶちまけるんですけども、こんな安月給で雇われてるのに、なんで地球の平和なんか守らなきゃいけないんだみたいなことを言うんですよね。はい、そこがね、またね、面白いですよね。はい、面白いです。もうこの通りね、もう全部英語で書かれてるんですけど、はい、でディスクをね、こう開けますとね、こんな感じで、はい、8枚のディスクが入ってます。はい、でピクチャーレーベルなんですが、ディスクは全部同じ写真が使い回しなんですけど、まあこれはね、もう安いからね、もうコスパがいいです。画質はすごくね、ほんとね、ブルーレイ並みに綺麗です。コスパもいいし、ブルーレイ並みに綺麗で鮮明な画像なんで、ほんとね、感動ものですね。これはほんとにね、素晴らしい。で、あとね、ちょっと注意してほしいのは、この普通の市販の DVD プレイヤーで見れないんで、 DVD の機能がついているパソコンを持っているか、もしくはリージョンフリーの DVD プレイヤー、安くAmazon とかで買えるんで、通販サイトを利用してちょっとリージョンフリーの DVD プレイヤーを用意するか、プレステ4とかでは見れないです。はい、なのでアメリカから出てる DVD なんで、アメリカのコードで、これはリージョンコードが1なんで、はい、まあ、それに対応したプレイヤーでないと見れない。リージョンフリーの DVD プレイヤーであれば見れるってことなんですよ。はいはい、最強です。これはもう本当にね、ぜひ見ていただきたい。これは安く手に入るうちに米国のアマゾンでゲットしてください。もう多分ちょっと最近見た情報では、多分なんかね、値段が上がってます。はい、値段が高騰してるんで、お早めにゲットしてください。はい、気になった方はぜひお早めにゲットしてください。はい、こんな感じで、いやー、これはね、ほんとね、もうスーパー戦隊シリーズ好きな人、特撮好きにはね、たまらない作品になってます。はい、本当にね、もうなんだ、最初の段階では車マジックパワーなんぞやと思ったんですけど、なんかもうダジャレ要素みたいなの入ってるし、もうギャグ全開みたいな感じで、でこれあとね、僕もこれね、放映当時見たんですけど、やっぱりね、面白さが分からなかった。子供の頃はなんかこうダサいなとちょっと思ってたんですよ、子供の頃見た時はね。はい、次の戦隊のね、メガレンジャーは結構かっこよくてスタイリッシュだったんですけど、このカーレンジャーはちょっとね、おやと思ったんですよね。はい、あんまり記憶に定かじゃないんですが、まあでもね、これと同時期に放送された東映のね、かの有名な超高戦士シャンゼリオン、あれも面白かったですね。ギャグ要素もあったし、やっぱりね、それと比べちゃうと、やっぱりね、こっちの方がね、ギャグ要素は強いんですよ。やっぱりなんかシャンゼリオンはちょっと大人向けなギャグ要素が強いんですけど、こっちはね、まだ子供受けするようなギャグ要素でも、放映当時はまだ僕ちょっとこれ
にすらついていけなかったっていうのはあります。ですがやっぱり大人になってみるとやっぱりね、これは本当にね、もう子供から大人まで楽しめる、やっぱり、うん、ちょっと話矛盾してますけど、子供から大人まで楽しめるギャグ要素満載のスーパー戦隊シリーズといえばこれです。はい、ね、最近はね、最近はね、世間がね、ちょっと自粛ムードね、なんだ、世界情勢というかね、世界全体がちょっと混沌とした雰囲気になってますけどもね、これを見て元気を取り戻してください。皆さん、このカーレンジャー見て元気を取り戻してください。まあ、レンタルビデオでもね、扱っているんですけどもね、ぜひ手に入れて、家に置いときたいよっていう人、いつでも見れるようにしておきたいなっていう人は、もうこの海外版の北米版のね DVD ボックス買うといいと思います。はい、いいと思いますよ。というわけでね、はい、今回はこんな感じで、激走戦隊カーレンジャーの DVD ボックスセット紹介しました。はい、このチャンネルが良かったという人はね、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、Twitter のフォローもお願いします。多分この動画はね、ちょっと子供向けになっちゃうと思うんで、はい、コメントがねオフになってると思いますんで、Twitter でコメントして絡んでいただけたらなと思ってます。はい、というわけで次回また見てくださいね。グッバイ。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。